行政指導の続きと参ります。行政指導はもう判決をもとに、判例をもとにですね、理解をしていくのが一番確実です。ということで、教科書68ページの2番、品川マンション訴訟と武蔵野マンション訴訟というのを見てください。括弧は背景です。こうした規制的行政指導、主に2つの局面で問題となってまいりました。1つはですね、いわゆるその非関税障壁と呼ばれるやつでして、海外の企業が日本市場に参入するときにですね、国の官庁からあれをしろ、これをしろというふうに言われて、外から見たときにですね、日本市場というのは非常に不透明であるというふうに批判が多かったんですね。で、さっき言ったような、こういうね、その申請するときに行政庁が、審査基準、審査基準って行政庁が、いろいろその申請取るためにいろいろね、アドバイスしてくれるのは、それはありがたいんですが、そういう局面ばっかりでもないっていうことです。いつだったか行政手続き法では、受理とか不受理という概念を否定したと言いましたけれども、そうなんです。まさにですね、この局面で、海外企業が日本国内に市場参入したいです、企業活動したいですと、いっぱい日本国内でお金儲けして、日本企業を追い出したいですっていうふうに、海外のアメリカとかの企業がやってきたときに、日本の規制環境が、許認可をしないためにですね、いろいろ、ああだこうでもない、こうでもないという策を尽くしてですね、それこそ、申請を受け取りませんよとか。で、その時に、いろいろ無理、難題をですね、行政指導という形で、行ってたっていうのが、これが、特に1980年代、昭和60年代頃ですね、問題となったというやつです。で、2つ目はですね、高度経済成長期に都市郊外のベッドタウンで展開された市町村と開発事業者、デベロッパーとのですね、間のせめぎ合いです。で、判例は、もちろん1つ目の局面には判例はあるんだけど、2つ目の局面で判例が積み重ねられてきましたので、こちらを見てみましょう。その前に前提です。開発事業者がマンションを建築するには、大きく2つの法律の規制がかかってきます。1つ目が都市計画法です。都市計画法においてですね、開発許可というのを都道府県知事から受ける必要がございます。で、開発許可っていうのはですね、ちょっと待っててね。技術基準と立地基準なんてよく言われるんだけれども、後で都市計画のところでやりますが、例えば用途制限に適合してなければいけません。市街化調整区域だったら、まずダメだしね。あと、市街化区域だとしたって、例えば、第一種低層住居専用地域に高層マンションは建てられないし、工業専用地域に住宅建てられないとか、いろいろあるんですよ、とりあえず。で、あとはですね、立地基準の他に技術基準というのが必要です。これはどういうことかっていうと、例えばね、ここに崖地があると、これが崖だとしましょう、崖。で、崖の下、ちょっとこうやって見ましょうか。崖だとして、で、崖の下にね、家が建ってるとするでしょ。で、崖の下に、ちょっと家がもともと建ってるとするじゃないですか。で、この家建てるために、ここの崖を開発して、盛り土とか切り土とかいろいろやることによって、雨が降った時にこの崖がガラガラと崩れちゃったら、ここに住んでる人が危ないじゃないですか。こういうことがないように、地滑りなど土砂災害の防止上支障がないことというのを確認してもらう必要があります。こういったような条件を満たしてですね、開発許可。開発許可ってのは、言ってみれば、このある土地について、開発をしても良いかっていうことについて、開発許可というものをもらう必要があります。都市計画法の29条ですね。基準は33条1項各号に書いてあります。で、その上で、建物それ自身もですね、好き放題建てることができるわけじゃないんです。で、これが、私が結構好き、私の好きなというか、他の先生によくからかわれるんだけど、建築基準法っていう法律です。で、建築基準法はですね、六法でも、小型の六法でも必ず載って、ちょっと待った。デイリーには載ってねえのか。載ってますよね。小型の六法でも必ず載っていますので、ちょっと見てみましょう。建築基準法というのは、こういう法律です。1条。この法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、
健康、財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするという規定です。どういうことかっていうとね、建物が、まあ、よく構造計算書の偽造、この間耐震偽造の話ちょっとしたけども、建物が震度6強とかの揺れでも崩れないように、耐震設計、耐震性能ってものを備えてなきゃいけない。でもその建物がね、耐震性能を備えてるにはどうやってそれを確認するんですかっていうと、それは各市町村、ごめんなさい、都道府県か政令市、あるいは人口25万以上で政令で指定する市に、建築主事というのが置かれています。建築基準法の4条1項です。で、この建築主事というのが建築確認における行政庁ということになります。で、建築基準法第6条では、この建築主事がですね、建築確認と呼ばれる行政処分を行います。で、この時にですね、建物の建築を申請する人間、建物を建築したいですと言ってくる人間のことを建築主と言います。建築主じゃないからな。建築主と言います。この建築主というのは第6条1項で、1号から3号までに掲げる建築物、ある程度大規模なものです。を建築しようとする場合、などなどにおいては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済み証の交付を受けなければならないということになっています。やってることはこれです、これ。X が建築主です。行政庁は建築主事です。で、確認申請を行って、建築確認という処分を受ける必要があります。で、構造計算満たしてない、この、設計図、そう、これも言い忘れてましたけれども、あくまでも申請として出す書類は設計図です。だから、建築確認、建築主事としては、設計図通りに建築がなされたならば、震度6強、震度7の地震にも耐えられるかどうかという、視点から構造計算などを行ってですね、大丈夫だと、耐震基準満たしてますよという時には晴れて、建築確認というのがおります。ダメな時は拒否処分なされます。不許可処分みたいなもんです。建築確認がなされなければ、建物は建築を始めることができないんです。そのことが書いてあるのが、建築基準法の6条8項です。第1項の確認済み証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えの工事はすることができないということになっています。で、なおですね、後でまた詳しくやりますけれども、違反建築物に対しては、さっきなんかちょっと日差しが飛び出てるとか言ったよね。違反建築物に対しては、監督処分として、不利益処分をすることになります。で、この時はですね、行政庁はこれ建築主事ではなくて、特定行政庁が行います。なんだ特定行政庁っていうと、特定行政庁っていうのは建築基準法の2条35号に書いてあります。簡単に言うと都道府県知事か政令市などの市長です。建築主事が帰属する都道府県なし市の長です。だから都道府県知事か市町村長です。これが特定行政庁といって、建築基準法9条1項で違反建築物に対する措置を取ることができることになっています。こんな規定です。特定行政庁は建築基準法令の規定またはこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物または建築物の敷地については当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人、下請人も含む、もしくは現場管理者、または当該建築物、もしくは建築物の敷地の所有者、管理者、もしくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替え、使用禁止、使用制限、その他、これらの規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置を取ることを求めることが、命ずることができる。ここで除却とあります。除却っていうのが、僕が時々喋ってる除却命令ってやつです。これもね、なかなか覚えてくんないんだよ、この除却命令って言葉も。要するに取り壊せ、更地にしろっていう、そういう命令です。で、こういうふうに、
建築基準法はですね、建築確認という手続きを通じて、まあその耐震基準に満たないその危険な建物がこの世の中に発生するのをですね、建築工事が始まる前に防いでいる、未然に防いでいるっていうことです。で、それ以外にも今言ったその建物が構造計算安全性を備えている建物それ自体の安全性のことをもう定めた規定のことをよく単体規定なんて言います。これ以外にも集団規定って言って、これも後で出てきますが、接道義務と言って、幅員4メートル以上の道にですね、一定程度で接してなければいけないなんていう規定とかね、あともちろんあの用途規制とか、そういったような規制が別途かかってきます。これが建築基準法のまず一つ目の、まあ後でまた建築基準法の話はおいおいやってまいります。さて、教科書にまた戻ります。69ページです。で、こうした開発許可であるとか、建築確認を受けないで、マンションを建築すればですね、それは違法建築ということになって、違法開発、あるいは違法建築ということになって、開発事業者は処罰されます。ただね、建築基準法上の建築確認は割と昔からあるんだけど、開発許可ってのは割かし新しい仕組みなんですよ。こうした制度が設けられるまでですね、開発は割とやり放題だったという歴史があります。こういうのは乱開発と言います。で、特に問題になったのが昭和30年代から40年代にかけてのですね、高度経済成長期です。何が問題になったかって人口が増えたんです、都市部で。どうして増えたのって言うと、いっぱい生まれたのって言うと、いっぱい生まれたのはその20年ぐらい前で、まあ言ってみればですね、皆さんぐらいの大学生ぐらいの、まあそうですね、中学高校卒業して、すぐ集団就職で東京に出てきた人たち、あるいはまあ東京に出てきた後、東京でそのまま就職したような人たちが、まあ田舎から人口が大幅に東京に移ったんです。まあ憲法でもね、一票の格差なんていう時に出てくる話ですよ。人口が地方から東京に大きく移った。で、この時期にですね、東京の都市近郊、もちろん大阪とかもそうですけれども、大変な開発ラッシュが起きましてですね、こんなところにまで家建てんの、こんなところにまで家建てんの、みたいな。横浜なんて来るとすごいですよ。もう崖の上に崖切り崩して家がバーッと建ってます。横浜とか川崎とかね。乱開発とはこういうことかっていうことがよくわかるんですけれども、まあともかく、大都市の郊外がベッドタウン化して、都市開発をめぐる様々な問題が生じました。で、人口減少の現在となってはね、人口が増えるなんてことで、いろいろ問題がある。人口が増えるというのも考え物だなんていうのは、随分贅沢な悩みっちゃ贅沢な悩みなんですけど、まあ人口が増えることっていうのはね、それはまあ地球全体の人口は今人口爆発増えるわけですし、人口が増えることって増えすぎることもそれはそれで困るんです。ただ具体的に何が困るかっていう話なんですけれども、例えばね、大きな建物がまず建ちます。ここで見つけた。またもっと大きいマンション、建物としては模型あるんだけど、僕持ってないんだよね、ちょっとね。こういうふうにマンションとかアパートとかバンといっぱい建つとどうなるかっていうと、まあ人口が増えますよ。で、人口が増えるとどうなるかというと、それ自体は税収も増加するし、喜ばしいことではあるんです。だけども、こうやってね、これ何世帯ぐらいあるんだ？1,2,3,4,5,6,7,8 か、8個あるから、ドアが8個あるから、8つの世帯が入ると、その分だけ、例えば水道を引かなければならない。下水は割と新しいんですが、下水も整備しなければいけない。道路だって混雑するじゃないか。子供さんがいれば、学校の教室が不足するじゃないかと。ちょっとここら辺、皆さんに力説してもですね、なんか、皆さんは多分皆さんの学校には絶対空き教室がいっぱいあった時代だと、皆さんはそういう時代に生まれ育ってると思うので、さすが21世紀の人たちですよね。僕らはちょうど第二次ベビーブームと言われる頃の最後の頃の世代なんで、まあ教室ってのは大体足りないもんだったんです。理科室とかね、家庭科室とかね、図工の工作室みたいなものを一般の教室として使ってたんですよ。不思議ですよね。そんな時代だったんですよ。なんでこんなところに蛇口があるんだみたいなね。もともとこれ家庭科室なんだけど、今教室が足りないからここを普通の教室にして使ってますみたいな、そういう時代だったんです。今は一般の教室もいっぱい空いてますもんね。だから僕らの時代にいっぱい教室作りすぎちゃったのが今空いてるんですよね。ともかく、何が言いたいかっていうと、こういう人口が急増する時代っていうのは、まあ学校も手狭になるし、道路は渋滞が起こるし、水道需要は逼迫するし、まあ都市インフラというもののですね、需給が逼迫していくんです。
で、これがどういう問題を生むかということを次にお話をします。